釣りハック TV をご覧の皆様、こんにちは、ナオトです。まあ、僕のことを知らない方もおられると思いますので、伊豆大島編のですね、遠征チョークを見ていただけると、僕の人柄とかを知っていただけるかなと思います。で、今回は石川さんに、ナオトくん、クナムシでさ、魚釣れるって言われたんで、まあ釣れますよっていうことで、小さい頃からフナムシで結構魚を釣ってきてるので、どれぐらいフナムシが魚を釣る時に効果的なのかということで、針の付け方であったりとか、どういった魚に効くのかっていうところとか、あとはフナムシの取り方とかも動画の中でご紹介をしていこうと思います。今回はアジングとかネバリングとかをやってる時に、まあ日中ね、なかなか釣れないじゃないですか。でそういう時にジグヘッドリグを使ってワームとかではなかなか釣り切らないような魚をフナムシで食わしていこうということで、はい、やっていきますのでよろしくお願いします。はい、というわけでこちらちょっと素手でね、どれぐらい取れるかっていうのをやってみたいと思います。でこんな感じで結構フナムシ壁にひっついてるんで、これをうまいことちょっと取っていこうと思うんですけど、そのランディングネットとかを持ってるんですが、こういうのを採取するような目の細かい網って常備してないと思うので、まあその釣り場でちょろっと取れたらいいなっていうような感覚で素手で行ってみます。レッツフナムシキャッチング。キャッチャー一匹目。こうツルツルした素材の餌箱ならフナムシは登ってこれないんですよね。なので内側がツルツルしたタイプを用意しておくと便利です。フナムシと合わせてね、カニとかもいたらぜひ取っておくといい餌になるのでおすすめです。はい、取った。はい、実はフナムシはすごく取るのが難しいんですね。なのでペットボトルをもんどりみたいに作ってしまって、で周りにガムテープを貼っておくと中が暗くなるのでフナムシは入りやすいです。そして中には釣り餌なんかの余りとかを入れておけばフナムシは入ってきます。でフナムシ取りっていう感じでね、でこれを岩陰とかに隠しておくと入るのでおすすめです。こんな感じです。めっちゃ取れました。20匹ぐらいです。これを餌にして今から釣ってみます。はい、というわけでフナムシがいっぱい取れましたので今から実調していきます。で、若干ポイントを移動してまいりまして、外海に近いポイントにやってまいりました。で、まあいい魚が釣れるかなっていうことで、今からこちらのですね、捕まえたフナムシを使って、あ、逃げそう、危ない、はい、実調していきます。で、まあタックルはネバリングとかアジング用のライトタックルで、 P ライも 0.45、 リーダーは8ポンドっていうことで、ライトめなタックルでいろいろ遊んでいきます。でジグヘッドはアジ用のですね、餌釣りなんで軽めのジグヘッドですね、 0.5g、 こちらを使用してやっていきます。釣れるかな。餌箱から取り出す際に早速1匹逃げられました。フナムシを針につけるんですけど、針につけるときやり方があります。一つはこのフナムシの餌持ちを度外視して、餌の息ですよね、あまりできるだけ死なないように水中でもフナムシがピクピク動いてくれるような餌のつけ方をやっていきます。でこれね、お尻の下側からちょっと刺してこう抜きます。するとまあ、フナムシくんはまだ自分で動けるぐらい息がいいんですよね。でこれだとでもやっぱり一口で飲んでしまう魚とかだったらいいんですけど、小づいてきたりとかする魚だとちょっと乗りづらいです。もう一パターンは頭から尻尾どっちでもいいんですけど、こう片方側から刺して、まあ石ゴカイとか虫餌刺す時みたいな感じでこう抜いてあげる、こんな感じになります。でこれだとかじってきても餌持ちがいいので、まあ小さい魚が多いところとかは結構おすすめです。ただやっぱりもうほぼ瀕死の状態、まあ餌なので、そしてフナムシは結構食いがいいので釣れると思います。まずはこれでやってみましょう。手前から深くなっていってるんで、まあそんなに投げずに
投げすぎるとどうしてもフナムシは餌が外れてしまうのでご注意を。来てますね。もう来てます。早い、反応が早いで。餌ないやん。速攻餌取られました。なんか餌持ち付け方とか言って一瞬で餌取られてました、うん、どうやら餌取りが多そうなんで、もうしっかりつけますね。これでも全然食ってくるんで。なんかね、でっかいの本かな、こうとか。チヌ釣れたらいいな。またしても餌取られましたね。やっぱ餌持ちは悪いですね。ただ釘はめちゃめちゃいい。やっぱり合わせてみるか一回。合わせるタイミングがねむずいんよね。頑張って取ったフナムシが早々となくなりそうな気がしております。はい、ちょっとちっちゃめフナムシいきます。はい、がっぷりですね。ありがとう。フグでした。ベラ、フナムシならではの魚ですよね。これベラ系の魚ってやっぱ甲殻類とか大好きなんで。ありがとう。雨が若干上がりましたので、今からこちらですね、水中を撮ってみようと思います。フナムシがどんな感じで食いつかれてるのか、どんな風に餌が取られてるのかっていうのを検証したいので、こちら、でん、行プロです。これでどんな感じで食ってるのか今から検証していきます。が船虫落ちていってますね。はい、GoPro 着底しました。ということで、もう9000めちゃめちゃおるやん。こんなにおったんですね。まあ、早速食いますね。でもやっぱり口がちっちゃいせいか吸い込みは悪いというか、口にそもそもフナムシ入らないよねっていう感じで、張りがかりはしないですね。うん、まあでもやっぱり寄ってきてますね。あ、奥にメバルが、かわいい。夏なのに結構メバルシャローにもいますね。水深1メートルもないんですけど。はい、で来たのはフグちゃんとベラで、1匹食い出すとやっぱり取り合いしますね。いいっすね。なんや、なんやろか、来てんな。来た、来ました、来たぜ。なんだこいつ。おお、ワームじゃあんまりいつも釣れん魚釣れたで。これはね、おはぐろベラですね。綺麗な魚ですよ。ちょっと南国系寄りの魚ですけど、いい魚です。ありがとう。こんな感じですね。ちょっとグロいねグロいっすよね、フナムシって。
いいか、もういい、伸ばしていい、来た、おっしゃー、イソベラよくいるやつですよね。ゲドっちゃゲドやけど意外と食べたら美味しいので、まあ唐揚げとか半かけにしてもいいです。なんかいろんなベラ釣りみたいになってない？大丈夫かな。来てるな、来てるぞ、いい穂先への当たり、来た、はい、お、来たー、ガッシーやん、船虫ガッシーです。こんな感じ、いいじゃん。まあね、魚もベラも釣れてね、やっぱりこう磯とか、うん、ありがとう、防波堤の近くの魚っていうのは、船虫はまあ荒れた日とかね、波で現れて落ちてきたりもするんで、結構そのいい餌なんですよね。来てるな、めっちゃ来るやん、ほら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 、最強ちゃう船虫で、こうなると、まあこれぐらいついてたらマグネ戦えるんで、ね、戦っていきます。来てますね、来てますよ、来た、おっしゃ、あ、キジハタやん。ちっちゃいけどキジハタも大好きということが判明しました。どうも、来た来た、おっしゃ、食ったで、食ったよ、よっしゃ来た、やっと来た、よしよしよし、よっしゃ、やっと食った、チヌやったんや、あたりフグやんを取った船虫でチヌ来ましたよ、ライ引き、おっしゃおっしゃおっしゃ、バレんなバレんなバレんな、絶対バレんな、取るぞ取るぞ、さすがにシングルフックやし、こんだけ走って大丈夫やったら大丈夫でしょうよ。いっぱいあるんでね、根ずれだけすんなよ、船虫来るやん、Pラインが粘るようぐらい細いんで、ドラッグはズルズルでじわじわいきましょう。よっしゃ、夏のチヌっぽい色しとる、いやでも綺麗よ、よしよしよし、針はね太軸を使ってるんで大丈夫ですね、もう大丈夫やろ、よっしゃー、あっ、あーダメだ、はいはい、やった来ました、ついに苦節1ヶ月ほど、やっと集めた船虫でチヌですよ、船虫釣れるやん、めっちゃ魚やばー、43、4センチぐらいか、ありがとうな、ナイスファイトだった、また大きくなって帰ってきてくれ。7月頭ぐらいから8月にかけて、まあ、船虫をね取って取って取って、時間があれば船虫を使っていろんな場所で釣りをしてみたんですけど、やっぱり総合的に船虫は非常に魚の食いがいい、
まあ、ありとあらゆる魚に効く餌なのかなと思いますし、まあ、実際釣れた魚種っていうのも、10魚種弱ありましたので、フナムシ非常におすすめです。ただやっぱりね、つけ方ですよね。このフナムシを針につける時なんですが、やっぱりお尻とか頭からぐーっと針を入れていってしまうと、どうしてもねフナムシはすぐ弱ってしまいます。なので僕はお尻にちょんがけが一番おすすめですね。ただキャストができないので、飛距離を必要としないような場所でやるのであればめちゃめちゃいいなと思いました。今釣ったチヌもその尻尾ちょんがけで、尻尾ちょんがけするとこうファン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 って水中でフナムシがファン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 って泳ぐので、それも効果があってヒットしてくれたんだと思います。で、日中の、まあ、渋い時間帯とかね、こういうライトタックル、これメバル用のタックルなんですけど、アジとかね、それぐらいのタックルで全然楽しめますし、まあ、そのルアー釣りの釣れない時間帯にフナムシちょっと捕まえてみてやってみると、いろんな魚が釣れるので、ぜひ皆さんレッツフナムシフィッシングということでやってみてくださいませ。はい、ということでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、いいねもよろしくお願いします。